皆さんこんにちは、さきです。そして加納です。そしてゆうちゃんです。今回はじゃじゃーん、フォートナイトジェンガをしたいと思います。ドン・キホーテさんに行ったらフォートナイトジェンガっていうのが売ってて、これ買うしかないと思って買ったんですけど、ルール今見てみたら難しいルールだったので、うーちゃんもいるしね。例えばこれが当たったらレンガの色を2個取るっていうルールにしたいと思います。ケーキのルールだとちょっと難しかったので、このルールとだけ活用させてもらいます。ということでやっていきたいと思います。それではどうぞ。はい、皆さんこんにちは、さきです。今回はハロー君にこちらにたくさんのバカと書かれた紙があります。何の検証していくのかというと、ハロー君の背中にバカという紙を貼り続けたらいつ気づくのか検証していきたいと思います。はい、ということで、結構学校とかでもシールとか貼ったり紙とか貼ったりするいたずら結構あると思うんですけど、それをね、鈍感なハロー君ならどこまで気づかないのかっていう検証したいと思います。結構ね、みんなすぐ気づいちゃうじゃないですか、ちょっとやめてよみたいな。ハロー君ちょっとね、鈍感なんですよ、めっちゃ。だからちょっとハロー君なら極限まで気づかないんじゃないかなと思ったので、ちょっと今回はこの検証をしていきたいと思います。ちょっとこのジェンガを偽企画として進めていくんですけど、ジェンガね、集中するじゃないですか、その時に貼っていきたいと思います。今までの検証とかでも分かると思うんですけど、本当にね、鈍感すぎるので気づかないと思いますね。紙も結構用意したので、じゃあ目指すは、まあ、全部貼ることですね。ということでやっていきたいと思います。それではどうぞ。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、最初はグー、じゃんけんぽい。おー、ゆうちゃんもう、じゃあルーレットして。はい、すみません。レンガは2個、やったー、だけだけする、それは2本ね。おー、上手。慎重だな。そんな、いいよ、早く。震えてる。よし。じゃあ、次。よかった。鉄を3個です。え？ 3 個？もう結構これなんかサラサラしてるからさ。危ない、こいつ。この人だけさ、できなくなったで。オッケー。え、結構サラサラしてるからさ、一応取れないぞ。硬い。ダメだ、取れるところがない。どうしたら終わりだからね。じゃあ無理だよ。違うのにすれば。うわーし。はい、次、木が2個。木2個。やばい。木めっちゃ俺が柔らかくしてあげたから。あ、来た来た。ね、全部柔らかい。柔らかいね。全部柔らかくしたの。ちょっと待って。取れる。お。あ、いける。あ、でも待って、ちょっと怖いな。一緒。お、レンガ。レンガ2個。レンガ2個。同じやつ2個。やばい。次いきます。はい。ちょっとレンガ1個。見えないぞ。レンガ1個ですね、僕は。今のみんな、これ取れやすいよね。あ、待って、鉄3個、鉄3個、やばい、待って、取れるところないよ、鉄。てかさ、鉄とかさ、待って、全部動かないんだけど、普通にこれはやばいぞ。え、無理、ちょっと一回変えてもいい？いいよ。ごめんね。鉄がむずい。レンガ3個。何これ。何これ背中描いたらバカって出てきたんだけど、何これ。はい、ジェミちゃんどうぞ。うわー、何やった。1、いや、レンガ1、レンガ1、やった。おー、てか、うーちゃんなんかレンガ率高くない？全部レンガ。うわー、怖っ。殺？うん、そんな激しい。キー3個。うん、オッケー、うまいよ、うまいよ。いいね。金もなくない？ちょっとあるよ。ここいける。お、硬いけどいけるわ。うん。うわ、やばい、レンガ3個。終わり。もう終わったね。おぉ。ちょっとアングル変えるね。うん。おぉ。あと何個？あと1個。あと1個。うわ、
い、どうぞ。すごい。はい、どうぞ。すごい。レンガ1。おー、うーちゃんすごい。レンガ1だよ。レンガ1ですね。誰が取って。なんだ、ここは2段目は、2段目っていうか、ここの、ここら辺大丈夫じゃない？え、だからここ、めっちゃ柔らかいよ。あ、そうなの、うん、柔らかいな。どうも、びっくりしたな。あー、すげえ、すげえ。うわ、鉄さんこだ。違うよ。鉄さんこだよ。いや、違うよ。見て、シンキングタイム。絶対鉄さんこ。まあ、じゃあ、レンガ1でいいか。なんで？さ、蹴って、蹴って。え、めっちゃレンガ、レンガの集まりじゃん、これ。レンガ、レンガしかないじゃん、もう。人出したらやばい。うわ、待って。レンガ出したらやばい。レンガさん。嘘、レンガさん。やばい。ジャングルから MC 入れるじゃん。1個でいいよ。スコアダメ。1個でいいよ。一個じゃダメ。これ次レンガ来たらやばいよ。ゆうちゃん、レンガ率高いから来るんで。泣いちゃう、泣いちゃう。木材2、木材2。いや、めっちゃグラグラしてる。ねえ、どめっちゃグラグラしてる。変わらない。レンガ1、レンガ1。ユニ、ユニ、すごい。ガタガタ。あぶな。痛い。うん、ガタガタ、ガタガタわし。レンガ3にします。ダメ。あ、じゃあレンガ2だ。します？レンガ2にします。じゃあレンガが。特製ドリンク確定です。作ってきてくー。はい。そんな面白かった俺の。何を洗ってるの？拾わないで。なんで拾っちゃうの？もう一回やんの？もう一回やる？やらないよ。なんで？なんで？本当バカだね。なんでやんの？何？これ？それをどこに置いてあったの？ここに置いてあった。それをここに置いて、どこに置いてあったの？ここ、ここに置いてあった。ああ、そうなの？じゃあ鏡見て。何これ？調べてみ。何これ？髪の毛痛いなっていうなんか感触あったんだけど、あ、ゆうちゃんがなんか触ってたのかなと思って。はい。どういう、何？え、なんかよくさ、なんかどういう現象？友達同士とかで髪貼ってなんか気づかれないようにするみたいな。値札のシールとか貼るとシールとかさ、それをなんかどこまでやったら気づかれないのかっていう検証してましたね。ハロー君もね、何回見てやってるのも鈍感なので気づかないんじゃないかなと思ったので、ちょっと今回ハロー君にやってみたんですけど、気づきませんでしたね。え、マジで気づかなかった？うん、マジで撮っててどんどんバカが増えてて、もうじゃ後ろから撮ったとき、後ろから撮っただけ。こんな量をハロー君の背中につけてみました。髪の毛抜けてるし、俺の背中に気づかなかったから頭につけたんですけど、本当に気づかなかった、うん、すごいね。で、あんなに笑ってるのに、私たちなんで笑ってんのと思って、いや、もう拾ってる姿がね、本当にね、やばかった。拾った瞬間にさ、もうちょっともう鈍感とかのレベルじゃない気がしてきた。ちょっと怖い。ちょっと絶対気づかないよ、こんなの。はい、こんな感じで今回はね、背中にバカという紙を貼り続けたらいつ気づくのか検証しました。気づかなかったよね、最終的に。うん、私たちが笑っちゃって、笑っちゃって気づかれたみたいな感じなので、うん、もう限度できなかったストックがね、もうなくなっちゃったからね。そうそうそう、ちょっとこんな感じでこれからもやっていきたいと思います。ちょっと僕もね、やるので僕のチャンネルもういい、チャンネル登録お願いします。ということで終わりたいと思います。この動画いいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。しますバイバイ。お先に失礼します。ハローノーサックスもゆうちゃんを好きにします。どういうことやねん。